平野紫仕様の腕時計がファンの賞賛を浴びる理由、その超超超高級品の魅力。皆さん、こんにちは。今回は元キングプリンスへのメンバーであり、現在は戸部に所属する平野仕様さんの腕時計に注目した特別な記事をお届けします。彼の腕時計が話題となり、ネット上で熱い議論を巻き起こしています。 その蝶々超,超高級品とされる腕時計について、その魅力やファンの反応をご紹介します。日本のエンターテインメント界で和夫を風靡した平野志耀さん。その彼が14日に行った自身発のインスタライブが、多くのファンにとって待ちに待った瞬間でした。彼はファンとの交流を楽しむ中で、シルバーの輝く腕時計を身につけている姿が捉えられました。 その腕時計、高級ブランドのハリー・ウィンストン、オーシャンバイレトログラードオートマティック 42mm ではないかという指摘がネット上で広まり多くの人々の関心を引きました。この腕時計はその名の通り、途方もない価格の1106万円であり、一般の人々には到底手が届かない桁違いの一品となっています。ファンからは驚きや賞賛の声が上がっています。 えぐいて W、さすがスターです。こんな高級な時計が似合うのは平野くんだけだ、ね、自然体でつけている様子がかっこいい平野市洋さんならではの輝きで、すねといったコメントが寄せられています。彼の腕に輝く腕時計は、単なるアクセサリー以上の存在として、彼のスター性と共に一層の輝きを放っているようです。 平野志洋さんの腕時計が超超超高級品として話題になっているのは、彼の魅力的なスタイルとその存在感に起因しています。ファンからの賞賛の声もその一因であり、彼のファンたちは彼の成功と努力を称え、その手に輝く一品を喜びと誇りを持って見守っていることが伺えます。読者への挨拶、いかがでしたでしょうか 平野志洋さんの腕時計に込められたストーリーやその背後に広がる意味、そしてファンの熱い支持についてお伝えしました。彼の輝かしいキャリアと共に、その腕時計がいかにして彼の個性や成功を象徴しているか、皆さんにお伝えできたなら幸いです。